皆さんこんにちはこんばんはちょっと今日から語りのトーク動画を配信していきたいと思います音声コンテンツのつもりで作業中にお聴きくださいチャンネル登録よろしくお願いいたしますちょっと今日はですね NHK 党の立花隆さんのすごさとこれからについて少しだけちょっと語ってみようと思いますで参議院選挙2022年参議院選挙始まりましたけれども ちょっとですね、まあ、NHK 党を支持するとか、まあ、否定するとか、あれは炎上処方だとかね、まあ、なんかいろいろ批判とか賛否両論,論あると思うんですけど、ちょっとですね、今回のやっぱ選挙は何が面白いかっていうと、完全メディア戦になってきてるわけなんですよね。えー、で、やっぱり僕らが学生の頃かな、えー、まあ何年前かについにインターネットで選挙活動が開始されて、で、当時まだツイッターが ねできて政治家の人も使ったばっかりでまああの民主党政権かの時に鳩山由紀夫が初めて総理大臣のツイッター使ってで以来でえっ、ー、と戦後つつまり新聞とかテレビとかのマスがついにそれよりもついにインターネットで政治家を選ぶって時代になりつつあるのが現段階でのやっぱり 結構政治のメディア戦の激変だと思うんですよね。で、今回のやっぱ NHK 党のね、そのガーシーとかいっぱいいますけれども、その戦略において、今回やってる、彼らがやってること、すごいこれから先多分まあ、ね、ちょっとスキャンダリズム的なことはあるにしても、かなり面白いことを彼らはやっててね、要は、その、ストーリーとシナリオ設定で、こう、選挙民を引きつけていくっていう、 まあ未だかつてない、こう選、エンう選,挙選挙のエンタメ化っていうのかな。選挙の、選挙のエンタメ化ってのがあるわけですね。で、まあ NHK っていうと、NHK っていうのはね、やっぱり、あれは政治組織なんですよ。要は民間企業なんだけれども、民間企業ではない。うん。つまり、 まあ、情報通信業自体がそもそも国営とかね、国営、国営とかと、相入れないものなんですよね。情報通信業自体がで。情報通信業自体がやっぱ民、民、民間。民間。つまり国営ってのはもう完全に政府広報だから。うん、政府広報だから、まあ、要は言うて、あの政府のチラシとかさ。 つまんない <laughs>。なんかテレビね、CM みたいなもんで,で。基本的にやっぱインターネットってのはもう民間なわけ。もう基本的にメディアとか情報通信業自体がもう民間が推し進めてきたものなわけですよ。で、民間のやっぱいいところってのは当然営利でやっていくわけですよね、民間って。営利事業で事前じゃないと。で、民間の場合は、 基本的にお客,さんだからお客様を増やし続けなきゃいけないわけですよ。で国営の場合はもう国営だから要は税でやっていくから税金で。ところが NHK の場合ですよね NHK の最大の問題点っていうのは NHK っていうのはやっぱりインフラ会社なわけですよ情報通信の。で NHK の場合っていうのはもうそもそも電波をあの電波をね 電波を引いちゃったわけですよ、もう。<laughs> もう取り終えちゃったんだから、NHK って。で、そこで、まあ、あの、立花氏っていうのは、やっぱりその、資本構造の部分を分かってて、資本構造の部分を分かってるがゆえに、こう、彼がね、ああいう政治活動を今やってるわけですよ。NHK の、インフラと、で、 ある種、やっぱ NHK ってのは本当にすごいっていうか、強制サブスクですからね。だから、政治、明らかに政治案件なんだけれども、こう誰も結局変える人がいない。で、当然 NHK は利権だからね、芸能村、芸能村、芸能人でやっぱ NHK に出れないってなったら、当然、その、 やっぱ NHK に出れないってなったら干されるというかいややっぱりタレントにとっては一番こう多分厳しいことなんじゃないですか,か NHK だけはどんなにギャラが安くてもみんな出るのは結局認知度がだからどんなに 絶対タレントってのは NHK 出たがるわけですよ。で、こう、それを知ってるからこそ、立花隆っていう人はね、やっぱり、ああいう戦略をやったわけですよ。うん。で、彼はやっぱりね、どっかで、まあもちろん彼が本当に NHK を変えるかどうかは別にして、やっぱり資本、資本部分の、どっかでやっぱ、なんか子会社とか参加会社に入る気がするますよね。政治家辞めても。もう NHK とどっかで、 まあ通す、戦いをやめて <laughs>、NHK の中の人になると。それワンチャンね、多分まあみんな言わないけど、やっぱあると思うよね。つまり NHK はやっぱりこう、本当にインフラとしての NHK は本当に強すぎて、もう要は、ね、当然タレント、政治家、 ねえまあ経営者はあんまり NHK は出れないけどそもそも出れないわけですよね。やっぱ NHK に出れるイコール国民ですからねやっぱり日本の最大のなんか本当に部分というか。 だから、こ、今回のせ、まあちょっとね、NHK とガーシーとはやりか、やり口としてはやっぱスタベンチャー的というか、本当に炎上商法なんだけど、まあ炎上商法を抜きにしても、やっぱり今回の、なんか、やり方が、もっと先、先鋭化されてっていうか、洗練されて、未来のね、ネット投票とか、IT 政治、なっていくんじゃないですかね。 っていう、そんな気がしてんですよね。うん。で言うて、その、今回、いろんな人出るけど、左派の方はさ、野党とか、ね、令和とか共産党は、まあ、まあ、相変わらず古臭い、こう、<laughs> もう戦後の老害って感じじゃないですか。ね。戦後老害企業そのものだからさ、あれは、やっぱし、支持選んないよね。 例はなんてもう社会党そのものでしょう。やっぱ社会党そのものだから、結局こう、あんまり変わんない感じしますよね。うん、NHK とはその点、その、まあ一応保守色は出してるけど、その、彼があんま思想とかイデオロギーあんまり語んないでしょ。まあ多少ね、保守、保守色を出してる。 ようになったけど基本的に、まあ、まあ彼はあんまりイデオロギーはない人だと思うよね橘隆って人ただ NHK をこう改革するっていうやり口としてはやっぱりすごいなとちょっと今回あのいろいろ彼の選挙演説を見て思った次第です。はいではこんなところで今日は失礼します。